第二部、狂乱の歌いを開始する。6時間45分10秒マナオス駅。ついに俺もマナオス駅まで到達するに至る。この女神様の像はマナストーンと同じ石でできている。地上のマナストーンと同じようにクラスチェンジも OK といっても、もしクラスさんにクラスチェンジするならそのクラスごとの秘密のアイテムが必要だけど、ロッテソーク爽やかな夏の日に一つのアクセントを加えた。お前意外と勝てん。ラウィラウ、あ、なんだ、ちゃんと技、あ、結構効くじゃん、結構強いじゃん、こいつ。いや、だいぶ強えな。なんだったんだ、今までの。なんで急にこんな強くなったの。俺がロッテソウ冷凍みかん味を食ってる間にこいつは修行していたのかもしれない。その間、うん、レベル27だもんな、こいつら。レベル27キングラビ、さすがに強えよ。別にラビアあんな強くねえけど、キングラビアは普通に強いわけだろ、個体そのものが。それがレベル27になってんだから、そら強えわな。もういい、さすがにもういい、まあ、経験値持ってるから。これオイラじゃダメみたい。アンジェラやっておくれよ。アンジェラでも無理そうだけどな、パッと。あ、変えるってことか。すまんな。すまんな。じゃあ、ちょいと。なんで、なぜアンジェラが敵役になってるの。押してる。焦っちゃダメ、心落ち着けて、剣と対話するのよ。かぶってるっつうの、お前。この一世一代の死にかぶってどうする。嫉妬も対岸にしろ。なんで。見てすらいねえよ、ここ場所。世界が味方してるみたいな。死ぬことは怖くない。ディスカバリー君。おー、自然は怖くない。自然は友達なんだ。抜くそぶりぐらい見せろよ。勝手に抜けていったぞ、ポロって。歯に詰まってた鶏肉が気がついたら取れてたぐらいの。
本当だよな。これそもそも何のために抜きに来たんだろう。そこら辺は全然よく分かってない。抜きに来た理由もすらよく分かんない。私はマナの女神の原因、聖剣の勇者アンジェラよ。こいつでいいのかお前。間違いなく有効活用できないぞ。まだケビンが抜いた方が良かった、まあ、ケビンなら力あるから剣術はまだ覚えてねえけど、とりあえず素質はあるだろう。フェアリーは邪悪な物の手によってさらわれてしまいました。どうかフェアリーを助け出してください。どのタイミングでさらったんだ。ルパンでも不可能だ。あ、でもルパンならできるかもしれない。ルパンを舐めてはいけないみんなそうやって盗まれていったんだ。それにこの剣どうやって使えばいいんだ。それはもう振り下ろすんだよ。しっかりとした宝箱の中に入れてくるんだな。風の太鼓やったぜそこはお前ドロップ捨てろよ勝手に。さすがに、さすがに大事だろこっちの。なんかいらねえのあるかな。魔法の種、知らん、適当に使った。え、何これ今体力かな。 MP だったらちょっともったいないことしたな。いや、まあさすがに MP じゃねえだろ。そんな強くねえ。そんな強いはずねえ。まあしかしこれでもうあいつに会うことはないのか。ある意味最も俺に近い存在とかしていた。あの亀にも会えない秘宝亀ようず。あ、ラビも全部いなくなってんじゃねえか。なんだよ、剣抜いたらラビいなくなっちまった。世界が平和になったのか。怪しい。あんたでしょ、フェアリーをさらったのは。まあ見た目怪しいからね。とんでもない私でございますもし私だったらこんなところであなたたちを待ってないで後ろからバッサリやってマナの剣を奪っています。せっかくマナの剣が目の前にあるのに私はあなた方に手出しできない理由があるんです。フェアリーをさらったやつら私どもの道仮面道化師さんをあっさりと殺しちゃってミラージュパレスさん滅んでしまったんです。そんな簡単に滅ぶものなのかミラージュパレスは。ナンバーワンとナンバーツーとは何だったんだよ。ミラージュパレスのナンバーワンは何をやってるんだ。自分が誰だか分かんなくなっちゃったみたいな。そのままどっかに消えていったよ。ひどすぎる。あ、まあ生きてる目はあるってことか。ミラージュパレスのナンバーワンとは一体何だったの。あっさりと死んでしまった。我らの主黒の貴公子様は聖剣の扉を開くため魔界にあった闇のマラスさんを古代地方に命と機械にして現世と召喚したの。それは聞いたさっき。俺は盗み聞きしてた盗聴器を仕掛けてた。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され世界全体を魔界に変えるはずだったのか。まだ持ってるぞ剣俺は。頑張って奪い取れよ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。どうするんだろう。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の悪者が自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていた。私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬はいつまでも無様に抗って黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。だからこの手で邪眼の伯爵を殺したんです。これから私も黒の貴公子様の後を。さらば。
どこだこっちか。スッと済ましてくれ。ここまでシリアスな展開が続いてるんだ。俺の迷うとかいらない。おブーン。フェアリーを返してほしければ魔王の剣を持ってアルテナ城に戻っておいで王子様。リの女王様とお待ちしておりますよ。こいつらが全てを持っていったと思う。頭が切れるじゃねえか。どうする。きっと罠だ。大きく動いてきたな物語が。ミラージュパレスのナンバーワンとは一体何だったのか。俺の期待を返す。俺のワクワクを返して。もう直に行ける。あんななんか砂浜から回り込んでいくみたいなことやんなくていいもん。なんで開くのかよここ。あ、今開けてるのか。どれ。これ武器開いてる。うん、怖いよ。俺が。俺ら平気だよ。なんで大変です。城内にモンスター。そういうことか。城の中はモンスターに行って。だってお前らモンスターみたいなやつらのに仕えてたわけだ。よくわかんねえな。今さら気づいたってことか。バトルスーツ暁の角笛。あ、でもこれ結構買う価値ありそうだな。角笛どこに装備するかわかんない。そよ風の衣守りの指輪。もう守りの指輪とか出てくる段階なんだな。ひらめきのローブ。ひらめいていく。プロテクトピアス。通販で売ってない。通販で売ってそうだな。プロテクトピアス。お前ら死の商人偉いも売ってんな。サイクロンクロー、ミスリルナックル。まあ大して関ねえ。ミスリルナックル買うか。もうねえよ金が。ラージンの杖。ミスリルドット。ミスリルドットの位置づけなんなの。ミスリルナックルもそうだけど。ブロックバスター。ミス、ミスリルじゃねえのかもそも。トロウルモールって何だ。トゥモローネバーノースみたい。買わねえやんな。ミスリルナックル買った。なんでミスリルはこんな強いんだよ。ミスリルごときがお高く止まりやがって。許せねえいつ見てもマンジだね君。プロテクトピアス。バトルスーツ暁の角笛。これどこにつけてんだ。教えてくれそれ。ミスリルナック。ミスリルの位置づけここですよって感じか。他にもなんか強そうな感じの武器あるけど、ミスリルはだいたいこの辺の位置なんですよって。じゃあ相当強いな。ミスリルそんな強いの。もっとなんか序盤で手に入ったイメージだけどな。ミスリルソード。お、なんか強そう。イビルゲート。開幕魔界への扉開かれる。レベル上がってくれよ。こいつら結構経験値持ってんじゃん。ぼちぼち上がってほしいわ。おら、めったくねえでしょ、こいつ。めったくねえしょ。そったれが。あ、もったいねえよ。必殺技2が溜まってたもん。通常必殺技使ってました。こいつらえげつねえぐらい経験値持ってる。皆殺しだぞ、お前ら。
えい、やべ、殺せ。よし、倒した。こんなやつで220を持ってるのか。無限に稼げるぞ、ここ。無限の稼ぎ場を俺は見つけてしまった。実際ここで1か2ぐらいレベル上げてもいいぐらいだな。こんなに持ってんだったら。上がらねえのかよ。まあ、じゃあ体力でいいか。さあ何が来る次は。メガスプラッシュ。こいつは何にしようかな。体力でいいか。さすがにもう何も覚えないみたいだな。文句は。まあ、ヒールライトの飛行を覚えただけありがたく思えって感じか。さあメガスプラッシュ、これお、かっこいいアイコンだな。てかもう全体的にやっぱアイコンやばいな。聖剣3の聖剣といえばアイコンだろうが。そら焼肉屋といったら白い飯に匹敵するよ。すげえ。全然効いてない。やっぱマジシャン相手には効かねえってことか。目には目をは通用しねえか。よし、今度は土を育てよう。これで覚えるかもしれない。さあ来い。はあ、お前まさか。あのチンケの召喚魔法2個覚えただけで打ち止め。信じられない。そんなことがあっていいのか。あんまりだ。あんまりじゃないか。あんなチンケの召喚魔法2つ覚えて終わりって。許されざる。許されることではない、決して。腹いせにマシンゴーレムを殴ってやる。もうなんなん、この城は。作りが複雑すぎるんだよ。もっとちゃんと住む者の気持ちを考えてくれ。おかしいでしょ、これ。いけんの、これ。いけねえじゃん。おい。住む者の意見を聞いてから城を作れよ。何を考えてこんな作りにしたの。どけ、どきなさい。お、なんか、いけそう。いけそうである。ドゥルドゥルドゥルドゥー。慌ててリンチしたのに間に合わなかった。結構骨見せ上がるぞこいつ。まあしかしこう、なんだかんだ言ってこのヒールライトがあれば、ヒールライトがあればいいんだよ。いらん。まあまあなんだかんだヒールライトが一番重要ってことだよ。これさえあればまあなんとかなる。これは覚えてるぞ、この場所は。グレンの魔導士。遅かったね。あれ？こいつは殺されるの？さあ、フェアリーとジョーリンズを助けたければ、そのマナの数理をこちらに渡してもらおう。おっと、動かないでもらおうか。少しでも動いたら、フェアリーやリノ・ジョーリンの血、ないものと思う。マナの剣を奪うと。あんたみたいな邪悪な心の持ち主は剣の方が嫌だって。じゃあ右上のやつもっと嫌だろうな。どう考えても邪悪だろうな、右の上。
あ、うるせえ。俺は邪悪じゃない。マナの剣は使い手の心を打つ鏡、善にも悪にも染まる。巨大な竜帝様の闇のお力によってマナの剣は暗黒剣として生まれ変わる。よくわかんねえ、よくわかんねえが、こいつは頭が良さそうだ。やった、これでマナの剣は竜帝様のもの。そんなバカな、もうここには用はない。マナの剣を使い各地のマナストーンから真珠を解放するのだ。そういうこともできるんだっていうのを今知った俺。あいつは頭いいから信用できるぞ。死んだ。マナの剣をよこせとは言ったが、お前らは助けてやるなどという約束はした覚えがない。悪党はこうでなければならないという日本なら。残念だがお前たちと遊んでいる暇はないようで。まあいい、今ここでお前たちを殺さなくても真珠が復活すれば遅かれ早かれみんな死ぬ。我の剣の霊に今しばらく生かしておいて世界が滅んでいくのを見物させてやる。そんなやり手には見えなかったけどな、グレンの魔導士。本当に倒したのかこいつが。黒の貴公子とミラージュパレスのナンバーワンとナンバーツー、なんか腑に落ちねえな。しかも獣人はどこに行ったんだ今思ったけど、獣人来てたろあそこに。あいつはどこ行ったの。やっぱルガーがいなくなったからか。ルガーがいなくなったことで獣人族のパワーバランスが崩れたから、俺が 手助けしちまったからな。ビルとベンもいねえからな。あいつらがいれば。あ、日本経済みたいな感じかも。今こういう状況にあります。消えるのかよ。バカーンっていくのかと思ったら意外としっとりと消えていった。最悪の事態では神獣が復活してしまった。でも今はまだ目覚めたばかりで神獣も8つに分解している。今ならまだ間に合うかも。神獣が最終形態になる前に1つずつ倒せば望みがあるよ。行きましょう、マナストーンのところへ。恐ろしいことじゃん。これも太鼓使っていいの。真珠を倒せ。引き出しに指図されている。お、目的地が8つに増えたぞ。どうしよう、急にやることがいっぱい増えて何から手をつければいいかわからない。どうしよう。こういう時何を、まあじゃあとりあえずここから行くか。とりあえずここにいるし、ここから行こうか。いやでもそんなもうちょっとさすがにちょっと慎重に決めよう。要するにあれだ、火水風土、光闇木月か、はい、いるわけだ。まあ弱そうなところで火水風土にいずれかから行くか。まあ、火はねえな、いきなり火が消えると寒いだろう。まあ風土とか土とかか。
じゃあ土らへんからいくか。土だし。ここかな。じゃあね。ここかな。月読みのとこれは月か。障壁の迷宮、ここじゃねえ。1,2,3,4,5,6,7,8 あれどこだ。ここは火だよな。ここ砂漠だから。でここは、ここが、ちょっと待ってね。これが風か、多分。これが風で、ここが光の答え。これが光か。あれ土ないぞ。あれそうだ、7つしかねえぞ。あれ7つしかなくない。7つしかねえ。え、土はどこなの。あ、ここか。はいはい、ここか。大地の叫び、ここだ。じゃあ土から行くかい。真珠を倒しに行かなきゃ。のはもういきなり目の前に。ずっそざこじゃない。まあでもさすがに今日はちょっとここら辺にしときたいな。体力を大幅に消耗した。ストーリーが、ストーリー展開激動すぎて。激動のストーリー展開にまだ頭がついていってねえよ。正直神獣が復活したことすらもまだ実感できてない。ここは一回時間を置いて、とりあえず風呂入ってご飯を食べてゆっくり寝ると。そして明日になったらようやく実感が湧いてくるかもしれない。神獣が復活したという実感は遅れてやってくる。神獣が復活したという実感、その喜び喜びは遅れてある。宝石の谷ドリア。ちょっと待て、俺はまだそんな覚悟固まっていないぞ。待ってくれ。すごい、武装アシュラケを2発ぶち込んでも未だ知らねえんだけど、こいつ何なんだ。全然経験値持ってねえじゃねえか。なんて強さだこいつら。いくらなんでも強すぎるダメだ、ここは諦めない。セーブさせてくれ、まずは俺に。とりあえずこれにセーブしよう。氷のとこ行くか。弱そうだ、なんとなく決めつけていく。あ、こんな音楽だったな。まあでも行くんだったら最初4属性のどれかだよな。それは決まってるわ。いきなりさ、月とかさ、月とか光とかから攻めたくねえじゃん。それはあるんだよ、もうそれはもう固くなりそうなんだよ。いきなり月とかはないんだよ。宿屋どれだよ、じいさんか。たとえこんな状態でも商売やめねえよ。休みにしちまったらみんながっくり来ちまうから。資料が案内になったって、俺たちは逃げる場所もねえし、いつも通り生活するだけだ。人気なんちゅう男気だわ、このじいさん。じいさんは逃げる場所あるけどな、ね、いつの冥界に逃げることができる。この老齢だったら。いやー、でもまだ実感湧かねえわ。ぐっすり寝て明日だな。明日になったら実感が湧いてるかもしれない。そしたら思う存分真珠を大事にしに行こう。今の俺にはセーブすることしかできない。